対する赤組はモノマネマスターコージー飛田。披露するのは日曜朝の顔サンデーモーニングの関口宏から始まる1週間のモノマネニュースをどうぞ。おはようございます。サンデーマーニングのお時間でございますね。張本さん、今日よろしくお願いします。はい、今週もいろいろあったようでございますね。まず月曜日でございますが、サマーズの三村さんがアメリカンジョークに突っ込みましたか。昨日うちのおじいちゃんがボケない方法という本を買ってきた。今日も買ってきた。もうボケてんだよ。分かりやすくなったのかな。ハリさん、これいかがですか。勝つだ。勝つ。ちょっと厳しいね。似てた。続いて火曜日でございます。千原ジュニアさんが東北ロケで大阪の封印しましたか。ちょっと見てみましょう。すいません、千原と言いますけど、今ここでロケをやってまして、すいませんけど、ここにタクシーを呼んでもらいました。ありがとうございます。東北の人にはちょっときつく聞こえちゃったかな。ハリさん、これいかがですか。勝つだ。僕なんかいいと思ったけどな。ダメなんだね。厳しいね。水曜日でございますね。とんねるずの石橋貴明さんが大事なことを言うときにマスクをずらしますか。ちょっと見てみましょう。何よ。今日何？どこなのここ。カメアリ。石橋さんはアラートランと言いまして YouTube で飲食店を助けているそうですね。わんぱくそうに見えてね。ちゃんとしてるな。ハリさんは好きな食べ物なんですか。カツだ。カツ。ちょっとこました。どうもありがとうございました。まずは栗川さんでございますけど、ただ総一郎さんで見てたんで、俺見てるから。多分もうすーちゃんどっちも何のこっちゃ分からなかったやろね。あんたどうね、あんたどうとよく言いますよね。今日は誰の以上それも見た。田原総一郎さんと関口さんですから、ゆったりな感じで。そうですね。これはもう夏美さんしか。トシちゃんのね、アイワナドゥのところをね、あんたどうって持ってくるところがもうすごいですよね。考えてるんでいつも。